とはネイティブとかもね結構使ってるのでマスターした方がいいと思います。英語ではこれ that が連続で5個使われてるんですけど、それぞれがどういう意味なのかっていうのをこの動画を見たら分かるようになるはず。 Hi everyone, my this welcome back to my channel。 今日は真面目に文法を勉強していきます。 that マジで難しいですよね。 that だけで意味がありすぎる。今日はそれを丁寧に一つずつ説明していきたい。これ普通に授業で何時間もかけてやるような内容だからギュッて凝縮して分かりやすくしようとするんですけど、皆さんの方で多分何かしらのこう復習とか自分で例文作ってみるとかしないとやっぱり定着しないと思うんですよね。で、最終的な自分の理解度チェックの指標としてすごくいいのが、まあ例文作ってみるとか、長文の中でこれはなんとかのざっとだなとか、これはこういう風に訳せばいいなとか、こんな役割をしてるなってわかる。で、あとは説明できる。他の人にこのね、関係代名詞のざっとっていうのはこういう役割なんだよ、こうやって使うんだよみたいな感じで言えるようになると多分最高峰に理解してます。ざっととか用語とか分かってなくてもいいんじゃないかって、確かにその通りなんですよ。別にこれは同格のざっととか、そうざっと構文とか、ネイティブってそんなの意識して使ってるわけじゃないんですけど、それが分かると、やっぱり自分の文章の中でざっと使えるし、まあ、関係代名詞使えると話せる文の幅がむちゃくちゃ広がる。特にライティングの時とかに結構インテリジェントに賢くこう聞こえるかなって思いますね。ざっとはもう that's right とか、その通りだよとか、イディオムとしてもすごく使われてるような単語で、もうネイティブとかもね、結構使ってるので、マスターした方がいいと思います。で分け方細かく言うと関係代名詞関係副詞とかいろいろあるんですけど、まあ、とりあえず6つに分けて私は説明させていただきたいと思います。で最終的に皆さんに分解してほしい文章があるんですよ。それが、まあ、ネットに載ってたんですけど He said that boy used in the sentence was wrong。 これ that が連続で5個使われてるんですけど、それぞれがどういう意味なのかっていうのをこの動画を見たら分かるようになるはず。最後に解説します。今から説明する6つの中で多分理解度が結構あるものと、これ初めて聞いたなみたいなものとあると思うので、もう分かるところ飛ばしちゃっていいですし、分かんないところは自分で止めながらメモとかしていただけるといいかなと思います。では行きましょう。一つ目は一番シンプルで簡単、指示語です。最初に習うかな、そのとか、あのとか、あれっていう意味の that です。で、複数形は those ですよね。those であれらとかそれらっていう意味になります。厳密に言うと指示形容詞、指示代名詞、指示副詞っていう風に分かれるんですね、that が。で、まあこれ本当覚えなくていいんですけど、指示形容詞っていうのは形容詞みたいに働くものだから、that dog とか、that person っていう風に人を修飾していますよね。で、この形容詞、副詞、代名詞そもそもなんだろうっていう方は、品詞についても動画を出しているので、そちらをまず見ていただければと思います。なので、例えば、I want that apple って言ったら、あのリンゴが欲しいっていう感じで、そのあのが指示形容詞として使われています。で、指示代名詞は何かっていうと、代名詞なので、まあ名詞なんですよね。That is my sister みたいな感じで、あれは私の妹ですとか、まあお姉ちゃんですとか、冒頭で言った that's right も that is right で、that は代名詞、それは正しいです。つまりその通りです。になってるので、それも指示代名詞ですよね。で、ちょっと難しいんですけど、The population of Tokyo is much more than that of 長野の that。 これも指示代名詞になります。この that っていうのはイコール the population なんですよ。なので丁寧に書くとすれば The population of Tokyo is much more than the population of 長野になるんですけど、その2回繰り返すのっていうのは英語は基本的に嫌うので、その2個目の the population は代名詞にして代名詞の that になっているってわけです。だからこれも指示代名詞と呼ばれる。で、指示副詞は交互的に使われることが圧倒的に多いんですけど、指示副詞なので that の後に形容詞とか副詞が来たりします。それだけとかそんなにっていう意味なんですけど、例えば The test wasn't that hard のこの that っていうのが hard、 この形容詞を修飾しているので指示副詞になって、でこれはあんまりライティングとかでは使わないので口頭で聞くことが多いかもしれないです。まあ指示副詞に関してはまあ頭の片隅に置いとくぐらいでいいかなと思います。そして二つ目が、接続詞の that。いわゆる、that 説になります。で、この that 説で動画一本作れるぐらい、マジで話すことがたくさんあるんですけれども、まあ、そもそも、説とは何なのか。これね、多分知らない人多いと思うんですよ。句と説の違いとかね。句っていうのは、まあ、二語以上の、なんかもう熟語とか、みたいな感じなんですけど、その中に SV、つまり主語動詞とかはないんですよ。なので、文章ではないんですね。に対して、説っていうのは文章なんですよ。二語以上の主語動詞を含む。なので、I run。
run とか私は走るとか that 説っていうことはその that のその中に文章が含まれてるってことです。でね、この後に関係代名詞に入っていくんですけど、関係代名詞との大きな違いは that の音は完全な文章、途中で終わらないっていうことですね。例えば that I walk to とか to の後にこう何かが来るはずなのにそこで終わったりはしないです。 I walk to school みたいな感じでちゃんと文章は完成します。 that 説の中で大きく2つに分けていくんですけど、名詞説の場合、that 説がね、と副詞説の場合があります。で、名詞説っていうことはまあその that説、that の塊が名詞になるってことですよね。これね、指示語の次にいっぱい聞くんじゃないかなと思うんですけど、 I think that の that、 これが that 説の that、 接続詞の that。例えば、I think that it's a good idea っていうのは、that it's a good idea っていうのは、それはいい考えだということというのを私は思うっていう意味なので、そのほにゃららということっていうのが、that の名詞説。まああと、名詞説を導く that って言ったりします。この that の後に名詞説が続いてるからね。これを取れる動詞って、そんなに多いわけじゃないんですよ。I think that とか、I believe that とか、I hope that、I suppose that とか、そういう何々と思う系は、それを使うことが多いので、I think that までで一つとして覚えておくと、なんとかだと思いますよって言いたいときに、わかりやすいですね。で、名詞ってことは、主語とか、まあ、他の位置にも来れたりするんですよ。で、主語に来る場合としては、that I like this city will make him happy。私がこの街を好きなことは、彼をハッピーにさせるでしょう、みたいな感じなんですけど、何々ということが主語に来てますね。で、なんかこれは、なんか正直あんまり聞かないっていうのも、最後の方に説明するんですけど、英語では頭でっかちをすごく嫌うんですね。頭の主語がでかいんだったら先に結論っていうかなんとかです、何々はみたいな感じでちょっと統治系にしがちなんですよ。この間なんとかがしてなんとかって言ったってことはなんとかですみたいな、術部むっちゃ少ないのに主部多すぎみたいなのって多分ドラマとか見てても少ないと思うんですよね。あとは論文とかにもあんまりないかなって思います。まあ物にもよると思いますね。専門分野とかにも一応その主語に来ることも全然できますとか、目的語だったら I told him that I am coming next week、 私は彼に来週行くよってことを言いました。その何々を彼に言ったっていう目的語になってるので、目的語の役割を果たしている that 説になります。では副詞説を導く接続詞っていうのについて話したいんですけど、これはもはや私の場合は so that 構文とかで覚えちゃってます。 so と一緒に使われないこともあるんですけど、まあ、こう覚えてた方が so that 構文の that は接続詞なんだなっていう風に思えた方がわかりやすいかも。例えば I am so hungry that I ate everything in the fridge、 ちょっとやばいけどお腹空きすぎて冷蔵庫の中身全部食べたみたいな、so形容詞 that 説っていうのがほにゃららすぎてほにゃららするっていう意味。なんかもうこれはこのまま覚えちゃった方が多分わかりやすいと思います。その部分の that 説っていうのは実は接続詞の副詞説を導くものっていう、やっぱね日本語が、ね、複雑だと暗記物みたいになっちゃうじゃないですか。嫌だよね、わかる。私は別に全然いいんだけど、数学とかは嫌です。日本語が出てきすぎると数字じゃないんかいって思っちゃいますよね。はい。でもなんかこういう風に覚えた方が覚えやすい人とか、こういう風にこう分解して覚えた方が文章を作りやすいっていう人もいると思うんですよ。私にもそのタイプなんですけど、それをなんかすごい練習していけばまあ話せるようになったりとかもするので、いろいろ試してみてください。so that 構文はとてもほにゃららなので、ほにゃららっていう訳し方もできます。 so that がこう離れてるパターンもあるんですけど、くっついてるパターンもあって、 I studied so hard so that I can go to Harvard University、 ハーバード大学行くためにとっても勉強しましたっていう意味で、ほにゃららのためにほにゃらするっていう意味でも使えます。そして次、三つ目。同格の that。これも、まあ聞いたことあるかなと思いますけれども、これはね、そんな難しくないと思う。これは、接続詞の仲間だから、さっきと同じ文脈で話せるんですけれども、that の中は完全な文章。that 説みたいな感じで、直前の単語の内容を、例えば the idea、考えとか the fact、真実っていうような感じで、同格で表すっていうものです。これはね、英検とか、まあ TOEFL とか、テストのライティングでめちゃくちゃ使えると思うんですけど、I agree with the idea
that the university will hire new professors. みたいな、大学が新しい教授を雇うという考えに同意するみたいな、イコールのことを話しているのが同格の ZAT でございます。これは使える単語が限られてて、その the idea とか、the point is that we don't have enough evidence. The point、要点、つまり言いたいことは私たちは十分な証拠がありませんみたいな、この point とか idea とか problem とか solution とか、まあ、そういう言葉に限られておりますので、何にでも使えるっていうわけじゃないです。次が結構難しい、confusing になるんですけど、関係代名詞の that。で、さっきの接続詞の that と関係代名詞の that はもう大きな違いがあるんですよ。それが、接続詞の方は完全な文章なので、つまり that 接、接になるんですけれども、関係代名詞の方は that の後が不完全な文章になっております。なので、さっきの to で終わっちゃったりとか、for で終わっちゃったりとかする文章を取る。関係代名詞自体をね、説明すると、二つの短い文章があって、それが同じものを共有するときに、一つの文章で言っちゃおうみたいなコンセプトです。例えば一つ目が I really like the girl. The girl is sitting at the cafe. っていう二つの文章があったら The girl をどっちもシェアしてるから一個にまとめちゃえ。I really like the girl that is sitting at the cafe. っていう感じで That を girl の次に置くことでその人のことをその今から言いますよっていうのを表してるわけですよね。That は省略できたりとかもするんですけど、とりあえずあるバージョンで考えていきますね。今 That の後が That is sitting at the cafe で Is sitting at the cafe で主語がない状態じゃないですか。つまり不完全な文章なので関係代名詞だなってわかります。で、なんで不完全かというと、that が、まあ、その不完全な主語の役割をしているんですよね。で、まあ、主語以外にも他のところの役割ができるんですよ。例えば、This is a doll my mother made.だったら、my mother made が that 説の中じゃないですか。で、made 何ってなるじゃないですか。それが that が代わりに made that になって前に出てるんですよ。今から関係代名詞使うねっていう風に、あ、どうのすぐ後に来て、あ、どうが関係代名詞だよーんっていう風に使われてる。なので、that はまあ主語になったりとか、目的語になったりとかできるんですけど、that の中身がその一個すぐ前の単語基本的にね、にかかっているんだよっていうことです。それが関係代名詞。で、まあ、which とか、まあ、when とか、まあ、いろいろ関係代名詞にあるんですけど、that はね、まあ、人でも物でも関係なく使えるのですごく便利です。that だったら基本的に間違ってないかなと思います。関係代名詞として。一応言っとくと、関係副詞っていうのもあって、で、まあ、これは、他のこと比べるとそんなに頻度はやっぱり高くないから、まあ、覚えなくてもいいんですけど、例えば、I remember the day that we first kissed みたいな感じで、that の後が完全な文章なんですよね。関係副詞だから。で、この that っていうのは、when とかで今の場合だったらね、使われる場合が多いです。I remember the day when we first kissed。まあだから、that が副詞として使われる時には、代名詞ではないので、完全な文章も取れるよっていうことを覚えておいていただければと思います。まあ、そんなに聞かないと思う。はい、5つ目。形式主語。目的語の that。この形式主語ね、むっちゃ使うから、うまく使えるようになってほしい。結構、これなんて言うんだろうっていう文章も、形式主語を使ったらうまく言い回しができるようになったりとかします。さっきもね、説明したんだけど、やっぱり頭でっかちが嫌いだから、それを it で置き換えることがすごい多いんですよ、英語って。例えば、It is impossible that you will be a billionaire in 1 year. 1年後に億万長者になるのは難しいです、みたいな。で、これを日本語では、1年後に億万長者時代になることは難しいですでさ、主語がむちゃくちゃでかくても何の違和感もないじゃん。なんだけど、英語だと、まず結論をくれみたいに多分なるのかな?なるんでしょうね。だからその、That you will become a billionaire in 1 year is impossible って言われると、ちょっと気持ち悪い感じがするみたいで、そういう時に形式主語、つまり、it をまず言って、主語は後から言いますよ、で、ざっと以下で主語を言ってあげるみたいなことが起こるわけですよ。なので、it is 形容詞ざっとみたいな感じで、もはや、そういう構文として覚える人もね、すごく多いと思う。思うんですけど It is surprising that he won the first prize 彼が1位を取ったことはとても驚くべきことですみたいな感じで何々したことは何々ですっていうこういう感じでなんかすごいモリモリの主語の時は基本的に It is なんとかって言ってから後から言ってあげる感じで形式目的語その形式目的語の方も一応あってそんなにはないんだけど Don't take it for granted that she cooks every day 彼女が毎日料理することを当たり前に思うなみたいな意味なんですけどDon't take it for granted. Take something for granted で、ほにゃらを当たり前と
思うっていう意味で、その it、 これが目的語の it なんですけど、その最初に何も言ってないのに it を置いといて、後からその it っていうのはざっと以下のことですよっていう場合もあります。はい、最後なんですけど、6つ目は強調構文の that です。強調構文だから何かしらを強調したい時に使う that ですね。これはささっといくと It was my brother that broke the window。 窓を壊したのは私の兄だとか弟だみたいな感じで、 My brother broke the window よりも強調してるんですね。 It was my brother that broke the window みたいな感じで、なので It was、 まあ it プラス be 動詞と that、 これを抜かすと普通の文章になるんですよ。 My brother broke the window なんだけど、わざわざあいつがやったんだよとか、これはあれなんだよみたいな時に強調したければ It is that を挿入すれば強調できるよっていうお話です。はい、簡単。そんなにね、出壊すことないかなと思います。犯人の特定シーンとかで、ね、あるかもしれないけどね、ドラマのね。ということで皆さん、お待ちかねの He said that 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 thatThe boy used in the sentence was wrong。 これを解説していきたいと思います。皆さん、わかりましたかね、この動画の最後に来るまでに。もし考えてみたかったら、今聞いた情報をもとにポーズしてね、考えてみてほしいんですけど、解説しちゃいますね。これなんかね、ざっと1個少ないやつが東大の問題に出たみたいなね、書いてあった気がするんだけど、ざっとが今5個あるじゃないですか。で、I said that の that はもう明らかにね、あのざっとですよね。名詞説を導く that 説のザット。二番目に説明した接続詞のザットですよね。その後が、まあ、なんかちょっとトンチというか、まあ、それはそうですよね。こんなにザット続くわけないじゃないですか。that, that っていうこの、まあ、2個一緒に考えてみたいんですけど、その3個目のザット、つまり that, that のザットっていうのも、ザットありすぎてちょっとバカって、なんだけど、これは本当にただのザットっていう単語です。その単語自体を表してます。で、その前のザットっていうのが、一番最初の丸1の指示語のザットで、そのザットという単語っていうことです。もうザット自体の概念みたいな。4つ目のザットなんだけど、関係代名詞のザットなんですよ。その後に、boy used in the sentence。で、ここで一回区切れて、was wrong って、長い名詞がザット説の中にあるじゃないですか。わかるかな？なので、1つ目は接続詞ザット説のザット、2つ目は指示語のザット、3つ目はもうザットという単語自体、もうその言葉自体。で、4つ目が関係代名詞のザット、で、5つ目がまた指示語のザット。あの男の子っていうザットです。はい、オッケー、いける。なので訳すと、彼は言いました。あの男の子が文の中で使ったあのザットは間違っていたということを。これは全部関係代名詞になってるとか、この関係代名詞はこれを指してるとか、ここがざっと説だとかやると分かりやすいかもしれないから、意外と解説聞いてうんうんってなってるけど、また聞かれたら分かんないような文章になってるので、ちょっと自分も他の人に出してみてください。これどういう意味か分かるみたいな、これ何のざっとか分かるみたいな感じでやると面白いかなと思います。まあ有名だから知ってる人も多いかもしれないんですけど、改めてね、面白いですよね。キモくないですか？あれみたいだよね。今日本語もさ、日曜日の日、日っていう漢字ってさ、むっちゃ読み方あるじゃん。日曜日、元日、日の出の日とか、それみたいだよね。全部違う意味になるっていう。はい、ということで、ざっとの解説を一通りしました。いかがでしたでしょうか？わかりやすかったらいいんですけど、同じ説明でも、なんか授業の中でやってピンと来なくても、後々、この本で勉強したら意味わかったとか、この動画見たらわかったとかあると思うので、ちょっとでも、こういうことかみたいなモーメントが、この動画の中にあればいいなと思います。受験とかにはね、結構必要な知識だと思うので、それがいいことだとは言わないけど、別に必要なくてもね、喋れる人は喋れるし。なんだけど、まあ、なんか大人になってから学ぶ上でね、こういうの分かってると、すっごく、やっぱ分解しやすいから、自分の中で喋る時とかも、I think that はもう決まりだから、I think thatっていう風に、これは決まりとして話すっていうこととかもできるし、理解した上で、ザットを使った方がスムーズにいくかなと思います。最後まで見てくれた方本当にありがとうございました。ぜひ周りの人に問題出してみてください。こういう文法の動画、もしよかったらもっと説明していきたいと思いますので、私もこう頭の中がね、ごちゃになるんですけど、まあ、なんか代名詞、副詞、接続詞、関係詞とかなんかいろいろポワーってなるんですけど、結構楽しいので。では、Thank you so much for watching! Bye!